皆さんこんばんは。始まりましたハレナツショッピング、ウェザーニュースキャスターの小川千奈です。よろしくお願いします。この番組はファンの皆さんと一緒に作り上げるライブショッピング番組となっています。コメントをたくさんいただけますと嬉しいので、今日もぜひぜひコメントお願いします。通常の番組とは違って、このハレナツショッピングの際は皆さんのお名前をお読みしながらコメントたくさん拾おうと思っていますので、じゃんじゃんコメントを送ってください。またこの番組は切り抜きも自由ですので、感想などと一緒に SNS でハッシュタグハレナツショッピングをつけて投稿をお願いします。最近はそうですね、番組でも皆さんとはお会いしておりましたが、今日は晴れのちショッピングということで楽しみにしていました。こうね、どんどん続いてきていた運動会の企画も今日で最後となりますが、もう前回のゆいさんとみーちゃんの放送を見ていた方は分かるんですが、スコアとしてはかなり厳しい状況になってきております。誰のせいでもないんですけどね。はい、あやつさんとちょっとお話ししてきました。あやつさんもう無理ですよって番組終わり話したんですけど、千ちゃんならできるよって言われたので、今日は限界を目指して頑張っていきたいと思っています。たくさんコメントもいただいていてありがとうございます。オロロンさん、滝馬やるのということで実はですね、もうこの笑いでわかるんですけど、もうちょっと厳しい感じなんですよね。滝馬結構できるっていうイメージ抱かれてる方多いんですけど、やってみたら結構難しくてですね、歩くものままならない感じでした。もぐじろうさん似てる、あやつさんのモノマネですか、ありがとうございます。リスペクトしているのでね。今日はあやつさん確かお誕生日に出演されていたんですけど、晴れのちショッピング、その人ね結構似た髪型にしていただいて、そこも結構リスペクト魂を出しております。いかめさん、せんちゃんなら限界突破やということで、はい、ラーメンネギ抜きでさん、せんちゃん無理やろうということで、皆さんにも参加していただいて成り立つ企画この後もありますので、ぜひ皆さんも助けてほしい企画参加をお願いします。そして10月も引き続きウェザーニュースキャスターがこのライブ TV に出演します。こちらをご覧ください。もう私さっき X 見ていたらアイリンさんの出演会ポストされていたんですけど、このあさってですね、10月2日水曜日19時、ウェザーニュースキャスターの山岸愛理キャスターがちょっと特別な番組ということで、この番組は晴れ時々ワンニャンとしてゲストの方もお招きする特別会となっています。もうなんかサムネイルというかポストは出ていたんですけれども、やっぱりアイリンさんはワンちゃんも猫ちゃんもどちらも飼っている方なので、ぴったりな企画だなと思いましたし、どうやらこうゲストの方も2名いらっしゃるということで、その掛け合いもすごく楽しみだなと思います。必殺セロトニンさん、ワンニャンだねということで、もういよいよあさってですので、このアイリンさんの番組もぜひチェックをお願いします。そしてその後は10月8日火曜日の19時から岡本由衣子梨沙キャスター、10月11日金曜日の19時からは小牧由衣キャスター、そしていよいよ10月18日は皆さんお待ちかね、さやねさん、江川さやねキャスターが19時から出演します。ハレのちショッピングにさやねさんが出演するということで、師匠です。しかも金曜日に出演するっていうところがまたね、花金師匠ですので嬉しいなと思いますが、はい、ときめき山岸というコメントを麦豆腐さんからいただいていますね。いや、アイリンさん楽しみですし、そして10月24日木曜日の19時からはリーちゃん小林リエナキャスターが出演しますし、10月30日19時からは青原桃香キャスターももちゃんが出演いたします。はい、もうさやねさんが出演するということでコメントも盛り上がっていますね。はい、花木師匠やんと SK さんからもコメントいただいています。ぜひぜひ、はい、さやねさんの番組も一旦延期になったんですが、10月は出演されるということなので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、このあと10月のスケジュールもご紹介していきました。今出演させていただいているライブ TV では様々な公式 SNS があります。
皆さんぜひフォローの方もよろしくお願いします。出演者のオフショットや番組の後の感想動画なども見られるかもしれません。またこの番組では特にライブ TV の公式 X をリアルタイムで活用した企画もあるので、ぜひフォローしてご参加いただけると嬉しいです。今日ももう皆さん参加型ということで、いろんな企画ご用意していますので、よかったらフォローお願いします。またこの番組が終わった後、YouTube ライブで振り返りのおまけ配信を少しだけ行います。私がこう番組は21時ぐらいに終わるんですが、その後は場所を YouTube に移動して、 YouTube で皆さんとちょっとお話できたらいいなと思っているので、そちらもぜひご参加ください。はい、大和さんフォローしてるよ、スカさん全部フォロー済みということで、ライブ TV さんのフォローもありがとうございます。大口先生、豪華メンバー勢ぞろい、豪華だねということで、10月もたくさん続きますのでよろしくお願いします。はい、お、もう便器の帯さんも借り物競争やねということで、もう企画を把握されている方も多いようですが、いろんな企画ありますのでよかったらご覧ください。では商品紹介に移る前に VTR でお買い物の仕方をまとめております。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。ライブ出演者とコミュニケーションを取りながら楽しくネットショッピングができるライブ TV。 ライブ TV では右下の応援ボタンをタップして出演者を応援したり、コメントを送ってリアルタイムで出演者とやり取りができます。右下の詳細ボタンを押すと番組で紹介されている商品の詳しい情報を見ることができ、その場で購入することも可能です。また、気になる商品や店舗のお気に入り登録をすると、セールなどのお得な情報をタイムラインで受け取れます。配信後の番組も閲覧・購入ができるので、見逃しても安心。お買い物を楽しく、ライブ TV。はい、ここまで VTR ご覧いただきました。皆さん、ぜひこの後も一緒に番組に参加しつつ、気になった商品はチェックいただければと思います。それでは商品紹介へと参りましょう。今日はですね、私もすごく楽しみにしていた商品がいっぱいあります。私結構番組で話したことあるかな、オリジナルグッズが大好きで、名前を自分で入れることができるグッズが本当に大好きなんですね。今日もいろいろマイグッズ持ってきたんですけど、もうこのマイグッズ、センナって書いたバッグとか、あとゆいさんも多分同じものを持ってるんですけど、スマートフォンケースもセンナって結構名前入れるのがすごい大好きで、あと X にも先ほどポストしたんですけど、うちで飼っている、実家で飼っているね、ワンちゃんバロンにもエプロン、名前を入れてプレゼントしたりするぐらい名前入れるグッズが大好きなんですけど、っていうのもね、結構お土産屋さんとか行くと、なんとかちゃん、なんとかくんって書いた名前入りグッズってあると思うんですけど、絶対センナっていう名前がないんですね。例えばゆいさんとかだったら探せばあるかもしれないんですけど、なかなかセンナとか、あとセンちゃんもないので、自分で入れるしかないんですけど、そういうこともあってすごい名入れグッズが大好きです。皆さんはご自身の名前入れたグッズとかありますかね。オロロンさん、真珠はないのということで、真珠はございません。あ、栄養さんこんばんは。そうなんですよ、結構そのバロンのポストをしたら、皆さんの中にもワンちゃん猫ちゃん飼ってる方たくさんいらっしゃって、そのワンちゃん猫ちゃんに名前入りグッズ使ってるよっていう方も見かけたので、今日はそういう皆さんにもぴったりな商品がたくさんあります。ぜひご覧ください。はい、あ、自分は名字も名前も絶対ないですと、ラーメンはネギ抜きさん、名字が珍しい方とかもいらっしゃいますしね、結構ないんですよということで、ぜひご覧ください。あ、ワッタンさん、コアラのマーチでもセンナなかった。そうなんですよ、コアラのマーチでちょっと前まではお名前入りのコアラのマーチとかありましたけどね、なかったんです。ということで、今日はこだわりのオリジナルグッズを1点から作れる、あの1点から作れるところってなかなかないんですよ。こうなんか法人向けとかで何口から
受けたまわりますとか、そういうお店結構見つかるんですけど、1点から作れるサイトってなくって、今回はですね、その1点から作ることができるサイト、バズユーさんが auPAY マーケットに初出店したことを記念したちょっと特別な回になっています。ぜひご参加ください。バズユーさんはですね、私 X もフォローさせていただいたんですけど、すごく可愛らしいグッズたくさんあって、あとは何よりもすごく共感できたのが、能登の能登半島を支援したりとか、あとは赤浜キャンペーンって言って小児病棟に入院されているお子さんをご支援する活動なども行っている企業さんで、すごいなと思いました。あとは環境にもすごく配慮された製品とかも作ってらっしゃって、オーガニックコットン 100% を使用したアイテムとか、再生ポリエステルで作られたアイテムとか、あとは廃棄食材で染めた、アイテムとか、海岸で回収したペットボトルをリサイクルしたアイテムとか、本当にね、環境にも配慮されているメーカーさんで、すごいなと思って、私も楽しみにしていました。そしてですね、この番組では皆さんお待ちかねのプレゼント企画もあります。商品購入者の皆さんで、その中から抽選で25名様に、今回のために書き下ろしたウェザーニュースキャスターたちのイラストがデザインされたオリジナルグッズが当たる企画も実施します。詳しい応募方法こちらになります。まずはカートから本日ご紹介の商品購入に進んでください。そして購入内容の確認変更というところがありますので、その他要望というところを開いていただいて、その欄にキーワードを入れてください。今キーワードは覚えてください。晴れのちショッピングとキーワード入力お願いします。そして購入を決定で応募完了となります。お、プレゼント来たと大和さんからコメントいただいていますし、蘭丸さん欲しいな、マサさん1007名ではなかったかということで、はい、馬田翔吾さん1007名ではなかった、25名になっています。結構皆さん、もうスカさん、男性さん、ロックさん、ももちゃんのイラストに注目されている方多いんですが、もちろんももちゃんのイラストもあると思いますので、ご参加いただけると嬉しいです。はい、マスジムさんスクショしとこうということで、ぜひね、この晴れのショッピングというキーワードを覚えておいてください。そして注意事項が今回ありますので、一つ注意をしてください。商品を一つ購入することで一つの応募となります。今までだと結構複数回に応募を分けてくださいっていう回もあったと思うんですが、複数の口の応募希望でもカート決済を分ける必要は今回はありません。ですので、こう一つの決済、一つのカートで3つの商品購入していただいた場合には3口の応募となります。その買っていただいた個数でですね、その応募の、数となりますので、こちらも注意してください。応募期間は10月31日木曜日までになります。先ほどスケジュールも見ていきましたが、ちょうど1ヶ月後10月30日がももちゃんの出演でしたので、ぜひそれまでに何かね、気になったものを購入いただけるといいかなと思います。備考欄にキーワード記入のない注文は抽選対象外となってしまうので、ぜひ皆さん忘れずに晴れのちショッピングをお願いします。結構朝一リポートで、朝一リポートハッシュタグ忘れちゃう方多いですが、今回忘れないようにお願いします。そして応募期間終了後に抽選で当選者の方を選出しますので、まずはこの10月30日以降となります。当選は特典の送付をもって発表となりますので、商品と同時の発送ではございません。みえぴこさん、お久しぶりですということで、大口先生、同じもの3個でもいいのかな、大丈夫です。買っていただいた個数に応じて応募の数となりますので、ぜひご応募ください。ラーメンはネギ抜きでさん、期間が長いねということで、はい、余裕を持ってありますので、そうですね、これは買わないとといただいていますし、タバッチさん、誰のか選べるということで、そういったね、詳しい情報についてはこの後番組の中でご紹介するので、引き続きご覧いただけると嬉しいです。私を含めたキャスターさんたちのイラストは商品紹介した後にご紹介します。
イラストたちを見た上でどのグッズにするのかっていうのも番組の途中で行うライブ TV の公式 X のアンケートによる皆さんの投票で決まります。どんなグッズになるのかっていうのも皆さん参加型になっていますので、この後そういったアンケートが発表されるタイミングもお見逃しないようにお願いします。赤い悪魔好きのレオトーさん、キーワード書くの忘れないようにしないとということで、はい、マサさん、センちゃんは妖怪イラストということで、テーマもですね、実はこの後発表されますので、ぜひ皆さんもどんなテーマなのか注目してください。ちなみにこのグッズの完成版は10月18日金曜日、江川さやねキャスターが出演する晴れのショッピングでお披露目となります。そちらを見てから応募しても間に合いますので、ぜひ皆さんこう、ね、迷いながら選んでいただけると嬉しいです。ではお待たせしました。本日最初の商品をご紹介していきたいと思います。では見ていきましょう。こちらです。ザラッとラウンド缶クーラーです。それでは皆さんと一緒に商品のページから勉強していきたいと思います。今皆さん見ていただいている画面の右下にカートボタンがあると思います。そちらをタップしていただくと一番左にありますね、バズユーさんデザインのザラッとラウンド缶クーラー、詳細はこちらというボタンから確認していきましょう。こんな感じですごくスタイリッシュなデザインになっています。可愛らしいですね。はい、皆さんは結構こういった冷たいものをキープできる商品とか、温かさキープできる商品とか使ったりしますか？こちらクーラーということで、やっぱりね、まだまだ暑い日が続くので、冷たいものをキープできるっていうのはすごい嬉しいなと思うんですけれども、ザラッとした質感のマットボディが特徴ということです。結構ね、インテリアとしてもすごくおしゃれだなと思いますし、マットボディっていうのがまたね、高級感があふれるなと思います。そしてですね、こちらサンプルがあるということで見ていきたいと思います。私の手元にサンプルがありまして、こんな感じですごくですね、滑りにくい素材なので、あ、落としちゃったっていうことがないと思います。はい、ハブアビール、ナイスビールということで可愛らしいデザインですね。こうくるくる回して見たくなっちゃうようなデザインになっています。ごま犬さん、シャレオツですなということで、はい、冷たいのキープいいな、便利だよねといただいています。風もかせさん、スタイリッシュにお酒が楽しめるねということで、やっぱりナイスビールと書いてあるだけあってね、冷たいお酒とかも飲みやすいと思います。こちら真空二層構造ということでですね、こう、冷たいままというか、なかなかね、保冷保温機能も兼ね備えた優れものとなっています。350ミリの缶をそのまま入れられる缶ホルダーも、はい、機能できるということなので、いろいろこう2ベイで使えますね。飲み物を入れることもできますし、ここに缶を入れることもできるので、クーラーとして機能するということです。はい、赤い悪魔好きのりょうとうさん、ビール飲めない人も買っていいですかということで、もちろんですね、私ももうジュースとか入れてキンキンに飲むのが好きですし、あと結構まゆちゃんとお話しするときに、まゆちゃんは温かい飲み物が好きなんですけど、私はもう冷たキンキンに冷えたお水が好きなので、なんか2人とも使えるなと思います。温かいものが好きな人にもね。男性さん、試乗用かなということで、確かにさやねさんが喜びそうですね。流れ星さん、これがあるだけで丁寧な暮らしをしている人に見える。本当にこれね、一つこう置いておくだけでおしゃれというか、こうね、ここでデスクワークをしている時に置いておいても、すごく机の上がおしゃれな雰囲気になると思います。ちなみにですね、ページにはベージュもあるんです。あ、ベージュもまたこれおしゃれですね。私ベージュも好きで、先ほどお見せしたスマートフォンケースとかもね、私ベージュを使ってるんですけど、ベージュもまたね、このカーキも素敵ですけど、大人っぽさがあるというか、どんなところにもシュッと馴染むなと思います。
こんな感じでカラーと個数を選んでいただいて購入を確定していただけるということなので、こちらはカラーが選べるということですね。サイさん、一年中使えるのは便利よねということで、腕渡さまれさん、夏ぬっこの水飲みにしてもいいということで、冷たいのようなね、確かに愛犬家とか愛猫家さんの方はこう提供できるんじゃないかなと思います。ベージュいいねと、ベージュも好評ですね皆さん、落ち着いた色ですねとエコビキさん、両方いいなロックさん、ありがとうございます。赤てるさん、アースカラーということでね、どちらも、さざなみさん、ウェザーの放送に映り込んでいても違和感ないですねと、確かにこれがね、スタジオにあってもスッと馴染んでくれるなと思います。そしてですね、こちらのお値段見ていきますと4300円なんですが、今クーポンがありますね。このように3種類クーポンが今ありますので、最大700円オフで購入できるということで、かなりお得になっています。やっぱり重さ気になる方多いと思うんですけど、持った感じすごい軽いです。ずしっと重い感じはないので、すごいどこにでも持ち運べると思いますし、あと会社オフィスに置いておいていただいたら持ち運びもすごい簡単だなと思います。なんか飯島さんが番組の途中でね、いつもこういうご自身の真空構造のコップを持ち歩いていて、飯島さんがそうやって飲み物を冷たくして飲んでるのも思い出しました。会社に置いてもいいですし、お自宅でねこうやって使うのも、このくるくる回して楽しめるデザインが個人的にすごくお気に入りですし、マットな質感、あと中はこんな感じで真空構造になっているので、かなりキンキンに冷えそうですね。はい、ラーメンはネギ抜きでさん、せんちゃんがワイルドだから軽く感じるのではなく、いやもう私じゃなくてもねすごく、はい、軽いと思います。はい、皆さんコメントもねたくさんありがとうございます。どんなねシーンにもマッチするシンプルなデザインですので、プレゼントとしてもいいですし、それこそ飯島さんじゃないですけどアウトドアとかにも持っていけるなと思います。このまま何よりね缶が入るっていうのがいいなと思うので、別に注がなくてもね缶を入れると冷えますし、その時はね洗い物もしなくてもいいので、すごいいいなと思いました。はい、ということで、その他もですね、こちらは色を選べる商品なんですが、その他にもそういった商品があるんです。見ていきましょう。ザラットサーモタンブラー 450ml とメッシュトートバッグっていうのもありますので、はい、ここにいろいろバズユーさんの商品が出てきています。こんな感じでね、サーモタンブラー、これよりもうちょっと高さがあるものですね。私の手元に用意していただいているんですけど、比較するとこんな感じでちょっと容量が増えますね。質感は同じなんですけれども、この時計が書いてあるすごくおしゃれなデザインになっています。はい、一つあると便利ねということで、もらったら嬉しいねと流れ星さんからもいただいています。中が洗いやすそうとタバッチさんからコメントいただいています。確かにですね、こう手が余裕で入りますし、男性の方でもね洗いやすいんじゃないかなと思います。こんな感じです。こちらがサーモタンブラー 450ml になっています。こっちがラウンド缶クーラーです。あとはですね、メッシュトートバッグっていうのもありまして、画面のこのウィークリーランキング1位になっていますね。こちらタップするとロゴメッシュトートバッグといって、あ、これも色がね3色あるんです。ブラック、オリーブ、あとはサンドカーキということで、メッシュバッグって何より軽いし、あとは乾きやすいっていうのがいいですよね。私もこうプールとかに行くときはメッシュ素材のバッグ持っていくことが多いですし、これは A4 サイズのものをざっくりとしまえるそうです。 A4 サイズのものが入るかどうかってかなりバッグを選ぶ上で私重要視するんですけど、それだったら仕事使いでもできますし、あとはジムとかねレジャーにも持っていけるということなので、皆さんもいいですね。あ、ポップながら高級感あるなと必殺セロトニンさんからもコメントいただいています。お、
ラーメンはネギ抜きでさん、さっき動物の商品も可愛かったということで、この後ね紹介するタイミングもありますので、ぜひご覧ください。はい、多機能助かるということで、はい、そうなんですよ。プールとかね行ったり、あとレジャーとか行くときは濡れてしまうことも考えられるので、そういったときに乾きやすい素材っていうのはすごい嬉しいなと思います。あとやっぱり皆さんの中にはね、体作りでジム行かれている方とかもいらっしゃると思うので、ジムとかにも何より軽いですしね、こういったトートバッグ持っていけるのはすごくいいなと。あーすごい、こんな感じでね、どの色も可愛いです。ブラック、オリーブ、サンドカーキ、こういった商品もあるみたいですので、ぜひこの色を選ぶ商品ご紹介していきました。そしてですね、ここまで色を選べる商品だったんですが、続いて動物のも可愛かったということで、いよいよ私も大好きなお名前を入れることができる商品ご紹介していきたいと思います。では見ていきましょう。選べるデザイン、ナイレ、犬、オア、レギュラーキャンバストートバッグになっています。はい、こちらですね、まずキャンバストートバッグということで、ワンちゃん S サイズ、あと M サイズもあります。いろいろこうあるんですけれども、はい、あのワンちゃんか猫ちゃんかそれぞれありますので、ぜひ皆さん、しかも結構ね、犬種とかあと猫ちゃんの種類とか種類豊富なんですよ。だから皆さんの身の回りにいるワンちゃん、猫ちゃんの種類も、あとなんか似てる子がいるなっていうのもきっと見つかるかもしれません。結構ね、あのバロンのポストにも、我が家の猫ちゃん、我が家のワンちゃんポストしていただいた方多いなと思ったので、皆さんも、あ、これうちの子に似てるっていうイラストがいるんじゃないかなと思います。コメントもありがとうございます。はい、あ、もうすでにあの見ていただいている方も多くて、麦とか麦ちゃんに関するコメント多いですね。もうあの手元に私も麦ちゃんいるんですけれども、これですね、皆さんにもうすでに大人気の麦ちゃん。はい、どうですか、可愛すぎませんか。可愛いと皆さんコメントたくさん届いてますね。あ、大人気、ワイラさん、カテルさんランボルギーニ、カウンタツコさん、かわいいかわいいかわいいと、ムギさんがね大人気ですね。いいですね、犬好きの皆さん。あとは、あ、犬でゴマって名入れしたいと、ゴマ犬さんからも届いています。あ、いや、マサさんいた。じゃあ皆さんのね、身の回りのワンちゃんがいるかどうか、ちょっと商品見ていきたいと思います。S サイズ、M サイズ選べるということなんですけれども、カートページにもう一回飛んでいきますか。カートボタンを押して、はい、じゃあこの選べるドッグデザイン、ナイレということで、ではちょっと見ていきたいと思うんですが、どうですか、コーギー飼ってる方多いですよね。リポートを見ていてもコーギーもすごい来るなと思うんですけれども、ラルムさん、コーギーが一番なのはワイのためかな。やはりコーギー派の方がダントツ多いんですかね赤い悪魔好きの両党さん、一瞬ハムスターかと思ったということで、リーちゃんのファンの方とかね、特に嬉しいんじゃないかなと思います。こんな感じで、なんて可愛らしいポメラニアンなんでしょうか。マルチーズ、こうね、カラーバージョンかモノクロバージョン選べるので、それぞれ好みの方を選べるかと思います。ちょっとスタイリッシュなものが好きな方はモノクロでもいいと思いますし、カラーもまたねポップで可愛いです。はい、可愛いですね。あ、見本の麦が欲しい、 DSN さん人気ですね。この麦ちゃんバッグ大変人気で、マサアキくんジュニアさん、麦ちゃん可愛いと、この麦ちゃんが大好評になっています。私もバロンのスタイこう作った時にわざとひらがなにしたんですけど、こうひらがなとかカタカナにした方がよりね可愛さが出るなって私も思っています。もうあのちょっと続き見ていきたいんですけど、コーギーゴールデンレトリーバーがページにあって、そしてですね、ポメラニアンさん、マルチーズさん、そしてダックスフンドさん、これね、またダックス飼ってる方も多いですよね。あとチワワさん、
そして私も大好きなトイプードルもありましたので、私もこれちょっとバロンのを作りたいなって思いました。そして私いとこがフレンチブルドッグ飼ってるので、なんかそれもプレゼントしたいなって思いましたし、あとはねアイリンさんも飼ってらっしゃるシバちゃん、柴犬、そしてシュナウザー、はーい、ラーメンはネギ抜きでさん、バロン君のスタイはなぜクマの絵だったのということで、クマしかなかったんですよ。だからこういうねトイプードルがあるっていうのがすごい嬉しいなって思います。必殺セロトニンさん、飼ってないけど麦で作って買おうかな麦ちゃん大人気ですね。もう麦ちゃんっていうネーミングもね、お名前可愛いですし、このポメラニアンさんが可愛いなと。ロックさん、コーギーかポメラニアンかなということで、ね、皆さんもお気に入りのワンちゃん見つかるんじゃないかと思います。そしてここまでですね、ワンちゃん見ていったんですが、もちろん忘れていないです、猫ちゃん派の皆さんもいますよね。あの猫ちゃんももちろんあります。内例、猫ちゃん、まず、M から S から見ていきましょうか。先ほどワンちゃんバージョン見ていきましたが、こちらもですね、まず色を選ぶことができます。私が持っているのがナチュラルという色ですね。これがナチュラル、そしてその他ライトグレー、ブラック、リーフグリーンという4色展開になっています。馬田翔吾さん、飼っていないけど柴犬かなということでね。え、大和さん、アレキサンダーでもいけるかな。はあ、バロンがね、もともとアレキサンダーにしたいということだったんですけど、今となってはね、内裏グッズを作るにあたってバロンでよかったなと思います。センちゃん、やはり犬派ということで、アスカさん、猫派。猫ちゃんもね、いろんな種類がありますので、後ほどちょっと猫ちゃん派についてはご紹介していきたいと思います。もうコメントでもね、本線来るよというコメント届いていましたので、ここでまず中継企画一旦戻っていきたいと思います。シックなセンちゃんですね、今日は。あ、アイリンさんの声が聞こえます。え、聞こえます、聞こえます。アイリンさん、こんばんは。覗いてましたよ、ちょっと番組。恥ずかしいです恥ずかしい、本当今更今日はですね、はい、ワンちゃんと猫ちゃんのグッズをお名前入りで作ることができるのを紹介してるんですが、うん、アイリンさんといえばどちらも飼ってますもんね。そうなんですよ、どっちも大好きです。うん、うん、アイリンさん、うん、ここにあるのがそうですか。じゃーん、これ麦ちゃんというサンプルなんですが、かわいいかわいいちゃんと柴さんもありました。シバさんいます。いました、いました。いいですね、癒されますね。癒されますね今日、はい、アイリンさんと中継企画初めてなのでドキドキしているんですが。そうなんですよね。いや、もうこの、はい、なんならこの19時30分過ぎにセンちゃんをここで見るっていうのがすごく、そうなんですよ貴重いや、とってもシックなセンちゃんだなってさっき覗いてたんですけど。 ありがとうございます。今日はですね、うん、あの自分で衣装を選ぶことできなかったので母に選んでもらいました。また衣装提供、お母様。はい、もう自分で服を選べなくてちょっと見たいんですけど、どんな服を着てるの今日は。今日はですね、あの運動会企画だったので。あの、そうなんだ。そう、パンツスタイルっていうのは決まってたんですけど、うん、このね、うん、黒パンツに何を合わせるかということで、なんか本当はシルバーの服を着てこうかと思ったんですけどちょっとね、母に選んでもらって黒にしました。お母様素敵ですよあ、喜びます、ありがとうございますいいですね、運動企画楽しみにしています。アイリンさん、竹馬できますか。ね、竹馬みんなやってて、うん、あ、竹馬って考えてみたら人生で一回もチャレンジしたことないので、うん、センちゃんは乗れるの。私できなかったです、できなかったです。でもうさっきちょっとお試しでやったんですけどできなかったので、ちょっとアイリンさんにもいつかやってほしいなって思うんですけれども、人生で一回もチャレンジしたことがないから、うん、乗れる乗れないどっちもわかんないです。ちょっとぜひねアイリンさんにもやってほしいなと思っています。そしてですね、もらって帰ってきてください行きます、行きますそして今中継させていただいてるんですが、ここからはですね、はい、早速企画も始めていきたいと思います。はい、はい、題して晴れのちジェスチャーゲームです。イエーイ
ジェスチャー、はい、もうこの企画はアイリンさんの協力が不可欠で2人で協力して成り立つジェスチャーゲームとなっています。そうなんだ、2人で、はい、そうなんです。もうアイリンさんに支えていただきたいですが、順番まず私からということで、うん、はい、アイリンさんは私が何をしているのか当ててください。当てる、はいはい、その後順番を変えてちょっとね、うん、当てていきたいと思いますので、早速、はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、もうすでにですね、テーマはこちらでスタッフさんが今出しているので、うん、アイリンさんの時はスタッフさんが出すと思うんですが、うん、ではやっていきたいと思います。こちらスタッフさんね、はい、はい、ではいいですか、お願いします。はい、テーマなんだろうな、ちょっと難しいんですがいいですか。はい、全然わかんない。あ、わかった、わかった、わかった。何ですか？これでもう答えていいの？はい。え、でもちょっと泳がせたいな。あれでしょう、魔女。あ、惜しい。え、違うの？あ、まあまあ、あ、OK ですか？魔法使い。ごめん、変な空気にしてちょっと微妙な間違いが。スタッフさんが優しいので OK です。やったやった、ありがとうございます。へえ、あ、わかったわかった、すごい、わかりました。ほうきに乗ってね、はい、ほうきに乗って、え、上手、チチンプイプイみたいな。あ、なるほどね、はい、指揮者かなって思ったけど、あ、そうそう思われると思ったんですよ。付け足してくれてわかりました。ありがとうございます。そして、はい、続いてじゃあアイリンさんいいですか。テーマ何ですか。なんだろう。じゃあ、え、嘘、むず、いきますよ。はい、バタバタしてる。え、え、はい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 、はい、待って待って、ちょっと待って、ずっと見てたい、当てないでずっと見てたい。ブク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 これずっと見てたくないですか。はい、泳がせないでくださいよ。はい、ピンポン、はい、忍者、正解です。いや、わかりやすい。あ、で最初なんか撃ってるのかなって思ったんですけど、なんかもうサバイバーかなと思ったんですけど、このブクブクでわかりました。え、そこでわかったの。え、なんか何を撃ってるんだろうと思ったんですけど。え、水遁の術でわかったの。あ、はいはいはい、これ手裏剣ですかね。手裏剣です。わかりやすかったです。ありがとうございます。難しいね。あ、じゃあ今私もテーマあるのでいいですか。 お願いします。どうぞ。なんだ、どうしようかな。あ、難しいのかな、うん、なんだ。なんだなんだ、なになにこれ。審判。タイム。あ、うんうん、私、一個もわからない。みんなわかってる、みんなわかってるかな。私、せんちゃん、これ なんだろう、これ私はせんちゃん、違う、一個もわからか。あー、惜しい、ドラキュラ。ね、どれ？当たりです。え、ドラキュラ？私ってドラキュラって呼ばれてるじゃないですか。いや、それがわかる。だからなんか線ちゃんの線みたいな。十字架、十字架です、十字架。あとニンニク。ニンニクおにぎりかなと思って、なんか一個もリンクしてないから。なんだろうと。これニンニクニンニクおにぎりかなって思って、いや、もうだからドラキュラ、私、私、あとキバ、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 そういうことか。そうだよね。外ね、出るの怖いもん ねそうなんです、日光苦手なのでね、日光怖いもんね。そうなんです。そしてアイリーさん、もう一問あります。え、なんで、じゃあ聞きますね。むずい、わかんない、難しい、なんだろう。何スカートでこんなね、ダイナミックにしていただいてるのにちょっとわからない。何飯島さん、飯島さん。どこがどこが。
え、むずいむずい、一個も特徴わかんない。なになに、栗どんぐり、え、なになに、なんですかこれ、なんですかこれ、わかめわかめ、イカ、ペンギン、ペンギンですか、え、なにピエロ、ピエロ、あ、正解です。なんかサーカスで玉に乗ってるイメージでした。もうポヨンでひらめきました。え、ポヨンありがとうございます。すごい、全然、え、他のやり方教えてほしい。いや確かにわからないですね。難しいね。アイリーさんのおかげでちょっとね、最後正解ということですっきりして終わることができそうです。ありがとうございます。よかった、正解できました。よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで以上、晴れのジェスチャーゲーム、はい、アイリーンさんとお届けしていきました。引き続きこちらも、はい、ありがとうございます。この後は何するんですか。はい、引き続きこちらではこの企画をもうちょっとリスナーさんと行っていきますし、そして今回は、はい、バズユーさんというオリジナルグッズを作ることができる店舗さんと、うん、我々ウェザーニュースキャスターの完全書き下ろしのイラストでコラボしたグッズが商品購入者の皆さんの中から抽選でプレゼントするという、ちょっと特別な回なんです。はい、はい、なのでアイリンさんも描いたキャスターさんたちのイラストをご紹介して、イラストを見た上でどんなグッズになるかっていうのは、うん、見ていただいている皆さんの投票で決まる企画がありますので、番組途中にライブ TV さんの公式 X でアンケートも取っていきたいと思います。楽しみにしてます。アイリンさんも描きましたか。え、な、え、書いた、書いてないよね。じゃあこれから書くんですかね。書いてくれてました。書いてくれてました。書いてるって、え、私書いてる、え、嘘、え、何の、え、何のやつですか。でもできるんで、アイリーさん作るんですよね。はい、アイリーさん、はい、あ、あれ、イラスト届いてるって、え、なんだろう、え、書いた私、いつの、なん、え、なんのやつだろう。あの、アイリーさんののもありますので、ぜひね、ご安心ください。でちょっとびっくりした。ぜひね、そのアイリーさんのイラストもこの後公開しますので、はい、皆さん、はい、どんな、楽しみにして、はい、ご本人もちょっとわからなくなってしまったイラスト、ぜひご覧ください。聞きます。そして10月の番組横断企画は紅白大鼓晴れのち運動会ということで、はい、最終回になりますので、そちらも見逃せませんなとなっています。はい、竹馬が今のところ乗れなそうということで、そうなんです、どうなるか楽しみにしてます。ありがとうございます。ということでアイリンさん、ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございます。はい、センちゃんとも中継、はい、ということでアイリンさんとジェスチャーゲームを行っていきましたが、もうね、皆さんもピエロ当てていただいてありがとうございました。アイリンさん、かなり体を張ってジェスチャー作ってくださったんじゃないかなと思います。そしてここまではアイリンさんと行っていきましたが、もう一つですね、皆さんと行っていきたいと思うので、ぜひ皆さんはコメントの方で当ててください。ではやっていきたいと思います。ちょっと笑っちゃうぐらい難しいんですけど、どうしようかな。当ててください、ちょっと皆さん。え、来ないですか。違うな。当ててください。船乗り。あ、惜しい。海寸帽子。あ、違う違う。あ、来ました。あ、来ました。あ、海賊。何さんですか。当ててくださった何さんですか。はい。必殺セロトニンさん。あ、冒険。あ、海賊。そ。THORK ソークさん、海賊当ててくださってありがとうございます。あ、よかった。海賊どうしますか、皆さんだったら。難しいですね。なんか戦ってるイメージがあるんですけれども、当ててくださってありがとうございます。はい、いや、アイリンさんのはぜひ切り抜いてほしいですね。アイリンさんの忍者、アイリンさんの忍者はもう切り抜いてほしいなと思います。あ、
ヨッシーさん、サムライやな、サムライ説もあったんですね。ということで海賊でした。では皆さんご参加ありがとうございます。そして忘れてはいないですよね、先ほど猫ちゃんのグッズちょっと保留してましたので、ここでご紹介していきたいと思います。先ほどワンちゃんのグッズ見ていったんですが、こちら猫ちゃんバージョンになっています。大きさは先ほどと変わらないですね、こちらが猫ちゃんの内入となっています。色も猫ちゃんは結構バリエーション豊かで、生地白、サバ白、私猫ちゃんあんまり詳しくないので、このサバ白っていうのを調べた時に、あ、サバっているのかなと思ったら本当にサバ猫さんっていうのがいて、この灰色に結構濃い模様が入っているのがサバみたいに見える猫さんのこと、サバ猫さんっていうっていうのを初めて知りました。私ね、どちらかというとワンちゃんなので猫ちゃんの知識はあんまりない方なんですけど、すごくなるほどなって思いました。サバみたいなね、カラーの可愛らしい猫ちゃん、そして生地白、あとは長いモフモフした、私アンリンさんの飼ってる猫ちゃんどちらかというとこれに似てるかなって思ったんですけど、長い毛の猫さん黒、そしてちょっとベージュっぽい猫さんと真っ白い猫さん選ぶことができます。その後はこの笑顔の茶白さん、笑顔のサバ白さん、なんかニャンニャンリポートで届きそうな穏やかな笑顔の猫さんが可愛いです。皆さんもコメント届いてますね。バッタンさん、アメリカンショートヘアが好きだということで、あ、腕バタサマレさん、サバトラって言うんですね。サバトラって言うんだ、そうなんだ。マサさん、サバトラ、皆さん猫さんに詳しいですね。はい、サバトラさんもいますし、あとは三毛猫さん AB が選べます。あとフォントもですね、いろいろ選べるんです。見ていくとこの1から8までありますので、皆さんもお好きな、これだと6番かな、この麦さんは6番なんですけれども、このお好きなフォント、そしてこのね、アルファベット、ひらがな、カタカナっていうのもフォントによっては選べますので、よかったら、もしかしたらね、こう和風なお名前の猫ちゃんワンちゃんいるかもしれないですが、漢字とかもできるかもしれません。ということで、まずここまで S サイズ見ていきましたが、その他 M サイズもそれぞれありますので、ちょっと見ていきますと、ちょっとね、これよりも縦長になっています。はい、そして色も選べて、あ、そうそう、カラーがね、さらにあって、ピンク、モカ、インディゴっていうのもあります。結構私インディゴカラーのバッグとか好きで、どんなコーデにも合うので、お買い物とかに持っていくこと多いんですが、またね、コーギーちゃん、ゴールデンリトリーバーさんなど様々な犬種がいます。はい、フォントまですごいと風任せさんからコメントも届いています。皆さんもコメント、ランバルギーニ、カウンタスコさん、笑顔助かりますと、猫ちゃんね、笑顔バージョンもすごい可愛かったなと思います。ラーメンはネギネギでさん、丸も可愛いと、ワンちゃん何にしようかすごい迷いますね。あと私こういうトートバッグ購入する上で、結構こうマチとか、あとこの取っ手がしっかりしているかっていうのを結構重要視するんですけど、ちょっと開かせていただくと、マチもね、かなりしっかりと確保されているので、こんな感じ、だいぶそこありますね。お買い物とかお弁当入れにもすごいいいなって思いますし、マチがしっかりしているのと、あと素材もすごいパリッとしっかりした素材で、ちゃんとこの取っ手も縫い付けがされているので、こう結構ね、トートバッグによってはここがすぐ取れちゃったりすることもあるんですけど、ここがかなりしっかりと縫われているので、結構お買い物とかにも重宝しそうだなっていう印象があります。やっぱり麦ちゃん欲しいっていうコメントが多いですね。ももこさん、やっぱり麦ちゃんいいな。ハチさん、チワワ欲しい。むこさん、こんばんは。ワッタンさん、シュナウザーかわいいということで、皆さんいろいろね、そうなんです、お弁当袋にもいけるということで、すごいこう持っているだけでも可愛らしい。あと女性とかだったらこうね、肩にもかけられる、ここに腕が通りますので、こうやって持ち運べるかなと思います。フォントも選べますし、ぜひね、ご自身だけじゃなくって、お友達とかご家族とかお知り合いの方、ワンちゃん猫ちゃん飼ってる方のプレゼントもいいなと思います。ということで、こちらですね、お値段確認していきますと、まず S サイズから見ていきましょう。
こちら、ナイレ犬レギュラーキャンパストートバッグが2400円ですが、今クーポンが3枚ありますので、いずれかですね、700円オフ、500円オフ、あとスマプレ会員限定150円オフというのがありますので、こちらですね、はい、対象金額によって使えるクーポン異なりますが、いろいろ買っていただいた方には700円オフで購入できますので、最大1700円で購入できるといった形で、今回ね、購入していただいた方は応募企画もあるということなので、ぜひお気に入りのワンちゃん猫ちゃんだったり、先ほどから選べる商品もご紹介していきましたので、結構このナイレって高いんですよ。しかも一口から買えるものって少ないので、一口から自分の名前とか入れるってなるとだいぶ高いんですけど、こう経験上このお値段って良心的だなって思います。そして文字数は全角8文字半角16文字までとなっていますので、それまでだったらたくさん文字も入れることができますよ。はい、全角で、私がバロンに最初名付けたかったアレキサンダーも余裕で入れますし国語にでもアレキサンダーよりはバロンの方が良かったのかなと思いつつ、未だにね、アレキサンダーには未練がありますが、ラッキーゴーハッピーさん、イラスト選びて内入れもできればお得かもということで、本当にそう思います。結構私もオリジナルグッズ作る中で高いなって思う時もありましたので、このバズユーさんは1枚から作れるのがすごい嬉しいなと思います。そうですね、あと私包丁とかも自分の名前入れていて、母に包丁もプレゼントしたことあるんですけど、修学旅行で買ってお小遣いの半分がなくなっちゃったっていうことがあって、それを思い出すとやっぱりこの最大1700円でトートデザイン買えるのってすごい嬉しいなと思います。これがまず私が手元に持っている S サイズのお値段なんですが、 M サイズも見ていきたいと思います。じゃあ M サイズは猫ちゃんのページからいきましょう。このもう映っているカーキのカラーのトートもすごい可愛いなと思うんですが、先ほどこちら2400円でしたが3000円になっています。あんまり変わらないですよね。なので好きな方、大きさ選べるのかなと思いますが、こちらも700円オフ、500円オフ、150円オフのクーポンがあります。これ私事前に商品ページ見てきたんですけど、レビューで星5をつけてる方いらっしゃって、プレゼントですごい喜んでもらいましたっていうレビューがあって、やっぱりね、プレゼントにもいいなと、私も実家に送りたいなって思うんですけれども、すごいお買い得だなと思います。はい、ヨッシーさん、アレキサンダーよりバロンが可愛い。なんかでも迷いますね、ひらがなにするかカタカナにするかアルファベットにするか、もう全部欲しくなっちゃうデザイン。やっぱりでも麦さんってカタカナが一番可愛いのかなと思いますし、バロンも何を買おうかなって迷ってます。赤い悪魔好きの両党さん、センナって内入れしてぜひぜひ恥ずかしくなければ、あ、自他ともに認めるアメ男さん、ディカプリオでも大丈夫。ディカプリオ、あ、確かに私じゃあディカプリオって書いて持とうかな。いいですね、皆さんも何を書こうか迷ってる方多いなと思いますが、あ、ミスターともともさん、親御さんへのプレゼント絶対喜びそうということで、いいですね。カーキだと白猫系が入るねとごま犬さんからもいただいていて、カラーとワンちゃんとあとお名前それぞれカスタマイズできるこちらクーポンを使うと最大2300円で購入できます。そしてここまではバッグご紹介したんですが、実はまだまだ選べるものがあるので見ていきましょう。皆さんも絶対使うであろうマグカップ、こちらもですね、このコタロウっていうサンプル見た時なんて可愛いんだろうと思ったんですが、まずお値段がパッと入ってきますけど、内入れできてデザインを選べてマグカップが2230円って本当に良心的だなと思っていて、あとはこの色も選べるそうです。私手元には猫ちゃんが今回あるんですが、表と裏に2箇所プリントされています。こちら玉尾さんというそうです。玉尾さんもまた麦ちゃんに続いて人気になりそうですね。玉尾ちゃん、はい、この手のひらに乗るサイズの通常のマグカップとあまり変わらないサイズですし、重さもですねそれほど重くはないです。はい、小太郎と皆さん叫んでますけれども、
もちおさん、サプライズでもらったら絶対嬉しい。腕渡さまれさん、腕渡さまれもかけるね。皆さんもぜひね、なんかこう視聴している時のニックネームとかユーザー名とかでも入るのかなと思います。ひらがなかわいい、ありがとうございますね。かわいいですよね。こんな感じでホワイトブラック、ホワイトホワイト、こちら私持ってるのホワイトネイビーで、ネイビーもこうね置いておくだけでインテリアにもなりますし、おしゃれだなと思います。可愛らしい、こう置いておくだけで皆さんの猫ちゃんワンちゃんのお名前が入っているので、お仕事の時も一緒にいるような感じになるんじゃないかなと思います。そしてですね、もう一回商品ページ見ていきたいと思いますが、バッグと同じくいろんな犬種、あと猫ちゃんの種類選ぶことができます。こちらもなんかね、このタマオさんはモノクロなので、マグカップだとモノクロもまたね見方が変わってくると思いますし、いや迷いますね。バッグもマグカップもいろいろあるので、カラーまたね、先ほど麦ちゃんカラーだったんですが、このモノクロっていうのもいいなって思います。ポメラニアン、マルチーズなどもいろいろ選べますので、フレンチブルドッグもまたこの表情が可愛いですね。このいや可愛い柴さんもいますし、綺麗なネイビーですねというコメントも届いていますね。あ、ヨッシーさん、プレゼントされたら嬉しいだろうなということで、しげさん、猫好きの猫アレルギーには必須アイテムぜひぜひ、はい、かわいいですね。色合い良いと大高リアさんからも届いています。はい、ということでいろいろね、こちら、商品ページにも説明ありますけれども、サイズは直径8センチ、高さ8センチとだいたい同じくらいになっています。容量270ミリ入るそうです。あと素材気になっている方、コメントでもいらっしゃいました。モフモフさん、コップの素材なんだろうということで陶器になっています。はい。山さん、実家のトイプードル親が溺愛してて送ったら絶対喜ぶと。私もそう思うんですよ。私もね、両親に送ったら喜びそうだなと思うんですが、まず自分に絶対買おうと思ってました。私このハレノチショッピングに出演した時ご紹介した商品は購入してるんですけど、いやこれは絶対もうトイプードルがいる時点で欲しいなと思っていました。猫ちゃんもちょっと商品ページ見ていきたいと思いますが、こちらがですね、はい、タマオさんになっています。赤もまた可愛い、ホワイトにホワイト、ホワイトネイビー、レッド、ブラック、皆さんだったらどれを選びますか。朝のコーヒーにぴったりだなとサイさんからもコメント届いています。風任せさん、優しいタッチの絵が素敵ということでね、このイラストデザインされた方についてもご紹介されています。香取ゆり子さんということで、あのバズユーさんは公式 X もあるんですけれども、そちらにねいろんなデザイナーさんとコラボした製品とかも載っているので、よかったらバズユーさんの X もチェックしてみてください。そしてこちらもねフォント選べるということです。そしてこちらはね、今ご紹介したのはマグカップということで、お値段が2230円で、そこにクーポン使うことができますので最大700円オフで購入できます。お名前入れることができて1500円で購入できたらすごい嬉しいなと思います。いいですね。ロックさん、これでカフェオレとか飲みたいなと。これなんかこうデスクに置いたりしていたら、ん、どうしたんですかそれとかね言われそうですね。玉尾さん、あ、飼ってる猫さんですねとか、また一つの会話の話題にもなりそうですし。あ、おゆういお茶さん、ネイビーかなと。達夫さん、書体選べるのと。選べるんです。この玉尾さんのフォントもありましたけれども、もう一回商品ページ見ていくと、選べるフォント一覧というのがあるので、8種類から、しかもこうアルファベット、漢字、ひらがな選べるフォントもあるので、ぜひ好きなフォントを選んでいただけたらと思います。ジミさん、めっちゃ安いね。アイタロウさん、安いということで、お名前入れてね、これは安いですし、コモンリードさん、とりあえずお餅とろろちくわで頼もうかなと。
あれコモンリードさんは猫ちゃん飼ってるって先ほどポストされてたと思いますが、アイリンさんのね飼っている3匹で頼もうとされている方もいらっしゃいますね。マサさん、同僚へのプレゼントに良さそう。もちおさん、仕事で使いたい。同僚にどこで買ったのって聞かれそうと。これね、一つこうデスクで使ってるとまた会話も弾みそうです。そしてこちらマグカップなんですが、もう1種類種類がありますので戻っていきましょう。カートボタンを押していただくと、はい、右下のカートボタン戻っていくといろんな商品今回ご紹介したの出てくるんですが、はい、右端2つにワンちゃん猫ちゃんそれぞれのページがあって、19オンスのビアグラスというのもあります。皆さんビアグラス使う方結構ねいらっしゃると思うんですが、では確認していきますとフレンチブルドッグさんのサンプル出てきました。サブローさんということで、またね、はい、素敵なお名前。長谷さん、他の人に飲まれる心配がない。確かに確かに、これは絶対もう私のって分かりますからね。こんな感じで、ビアグラフもあるそうです。ですのでこう、ね、使う頻度の高いものを購入いただいてもいいですし、今回は、ね、キャスター企画のプレゼントも関わってきているということで、どちらも購入していただいても嬉しいですし、ぜひ皆さんぜひ使うものを、ね、購入してみてください。サブローちゃん、サブローと皆さん叫んでますね。風任せさん可愛すぎるよということで、長谷さんお酒飲まないけど欲しい、可愛いんですよ。これもねタンブラー、ビアグラスですね、いろいろ選べますので、コーギー、ゴールデン、レトリーバーなどなど犬種選べますし、あと画面戻って現在紹介している商品一番右端には猫さんがありますので、猫派の皆さんはこちらどうでしょうか。こうね、透明だとまた違いますね。コップのボディの色によっても見え方違いますし、これはこれでなんか猫を飼っていなくても欲しくなるようなすごい可愛らしい猫ちゃんのイラストです。ねえ、しゅん兄さん、妖怪天気キャラのグラス欲しい。これからねキャスターの描いたイラストが何のグッズになるかっていうのは皆さんのアンケートになっていきますので、皆さん、たくさんの方にご参加いただきありがとうございます。はい、サブちゃん、サブちゃん人気ですね。赤てるさん、サンプルのお名前のセンス最高ということで、私の手元にはね今回このたまおさんと麦ちゃん来ましたが、どうでしょうか、可愛すぎませんか。私は何よりこのトートバッグの街があるところが気に入りました。しっかりと街があるので、お買い物した時にね物も入りますし、あとはこれは S サイズなので、 M サイズだともうちょっと高さがあって、よりねお仕事とか A4 サイズのものもざっくり入るということで魅力的だなと思います。ありがとうございます。トライブさん、ビールがより美味しく飲めそうということで、はい、ぜひぜひ皆さんもチェックしていただけたら嬉しいです。ビアグラスは今税込み3510円となっていますが、最大700円オフで購入できるので2810円で購入できます。気になった方はぜひチェックをお願いします。ということで商品ご紹介していきました。皆さんありがとうございます。ではですね、ここからはいよいよ皆さんが気になっているであろうイラストの発表になります。アイリンさんのイラストが一番楽しみになってきました。描いていることを忘れてしまっているようですが、はい、安心してください。アイリンさんのイラストも無事スタッフさんの元には届いているようですので、アイリンさん大丈夫ですかね、大丈夫ですかねじゃないですね、はい、でもね疲れてるのかな、はい、じゃあ、見ていきましょうか。今回ですね、グッズするかにあたって私たちキャスターには実はもうテーマがあります。世界観のテーマ見ていきましょうか。1000年後の動物園です。はい、どうですか皆さん、何を想像しますか。今回ですね、商品ご紹介させていただいたバズユーさんに協力いただくということです。今回バズユーさんに、私たちのイラストを見た上でこの世界観のベースとなる絵を作っていただけるということで、すごく楽しみです。よりね
すごく、素敵にしていただけるんじゃないかと思いますが、その世界の中にイラストがそれぞれ配置していけるということです。はい、そしてちなみにこのグッズの完成版は10月18日のアイ、失礼いたしました、さよねさんが出演するハレノツショッピングでお披露目となりますので、ぜひご覧ください。さよねさんもハレノツショッピングに初めて出演する記念すべき回なので、ぜひそれまでもチェックしていただきたいと思います。では早速キャスターたちのイラストを紹介していきましょう。その場のインスピレーションで思いついたイラストの方が私たちには合っているということで、イラストを描く様子を動画で、はい、収めています。では早速もう皆さんももちゃんに関するコメントすごく多いですが、ではこちらの VTR ご覧ください。お、まゆちゃん、千年後の動物園描きます。お、描きます。スタジオで描いたんですね。いつもまゆちゃんだろう。何を描くのかな。羽がありまして、お、なになに、まゆんぼ、まゆんぼじゃないな。え、なになになに、かわいい。私が描いたのはこちらです。お、じゃあ横なんだ。この子は水ベーターと言いまして水、陸、空、全部飛べちゃう、泳げちゃう、うん、歩けちゃう子です。なってるの。口は歯をサメみたいにして、歯が取れてしまっても2週間ぐらいで生えてきます。あ、サメみたいな歯があるの。この羽ですね、これで空を飛ぶことも可能です、で、鱗もちょこっとありますね。かわいい。水も平気。水も平気。で、足。これは二足歩行もできちゃうっていう万能な足。泳ぐときは普通にヒレのように使って泳ぎます。以上、内藤さん通ったでした。素敵、まゆちゃん。お、じゃあ続いてはりのんさんお願いします。ウェザーニュースキャスターの大島りのんです。1分で1000年後の動物園描いていきたいと思います。お、楽しみ。それでは用意スタート。スタート。りのんさんの絵見たことがないな。描けるかな。迷いはなく、お、サクサクペンが進みますね。描いていきたいと思うんですけれども、皆さん今の時点で、お、ペンを変えた。何描いてるか分かるかな。ライオンかな。お、キャキャ。え、どうしよう。とりあえず生き物は生まれました。私が描いたのはライオンなんですけれども、一見普通に見えるかと思うんですけれども、顎がなんか人間もだんだんこう柔らかい食べ物を食べるようになって、顎が発達しなくなってこう小さくなったらしいんですよ。現実的。なのでライオンも顎が小さくなったなと思って小さくしました。あとは今なんか結構加工とかでも目を大きくするじゃないですか、だからライオンさんとかも動物園見に行くみんなのためになんか映えとかでお目が大きくなったりするのかなっていうことで、ちょっとなんかこういうことにしてみました。加工アプリいらずのライオンね。あ、ほら、アイリンさん。千年後の動物園描いていきます。それではスタート。どうしようどうしよう。グッズはもうね、高いですよ。は、もう相当今の動物園から。アイリンさん左利きなんですよね。変わっていると思うんですよね。かわいい、もう出来上がってる。アイリンさんイラストレーターですから。え、すごーい。余裕だと思ってたのに。さすが、もうアイリンさんですよ。できました。私がもう千年後はかわいい。動物たちはみんな進化してると思うので、みんな空へ行くんじゃないかと思います。キリンもパンダもウサギもみんな羽が生えて空を飛んで、みんなが空を見えるようになったら嬉しいです。うわー、素敵ー。え、さすがアイリンさんですね。キリン、ウサギ、パンダ全部描いてる。続いてゆいこちゃんです。今から千年後の動物園を描きます。はい、よーい、スタート。スタート。ちょっ
そうコメントでもサスリン、ココアさん、アイリンさんのことをねパチパチパチというコメント多いです。お、ゆうこちゃん何を書くんだ。あ、上手。もう尻尾でリスって分かりますね。なんだなんだ、じゃーん、これは私の絵文字で使っていただいてるリスを描いたんですけど、うんうんうん、私がユニコーンが好きなので、うん、ユニコーンの角と羽と、うん、羽あったっけ、ユニコーン好きなんだ、尻尾ら辺にふわふわのカラフルな毛を描いてみました。ふさふさな毛、きっと1000年後には空飛ぶ、うん、ユニコーンみたいなリスがいるんじゃないかな。みんな空飛びますね。羽あるな、みんな。それでは。さすがゆいこちゃん。お、ゆいさんだ、楽しみ。描きます。お、ゆいさんも前回ここで描いたんですね。あ、いいんですよね。あ、あ、わかんないな。お、お、どうしよう。何を描いてるんだろう、かわいい。尻尾がある、私が描いたのはいちごを食べ過ぎたロバです。いちごちょっと、私もいちごよくおじいちゃんが散歩してるワンちゃん、そのおじいちゃんによく似てるじゃないですか。ロバもいちご食べ過ぎていちごみたいになっちゃいましたみたいな。あ、いいですね。なんか私滑ってます、大丈夫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 。寂しそうだから葉っぱとか UFO とか描いてみました。素敵、 UFO もある。ゆいさん素敵。次みーちゃん。1000年後の動物園にいる動物、うん、描いていきます。やっぱりみーちゃんウサギかな、なんだろう、 うーん、考えてる姿も可愛い。うーん、おお、はい、できました。あ、なんだろう、将来的にもっともっと地球熱くなっていきそうなので、うん、この紫外線対策と熱中症対策ができる傘がもう体についてる、うん、あ、いい、頭から生えてきてる、うん、いらないかなと。私も欲しいな、ここから。こんな感じにしてみました。いいですね、可愛くないですか。可愛い可愛い。私ももう体に傘が付属してればいいのかなって思う。お、さすみ可愛いとコメントも好評ですね。バイバーイ。あ、いいな。あ、あやつさん、1000年後の動物園描きます、ピンク。可愛い。私の頭ではちゃんとちゃんと、お、いい感じじゃないですか。いい感じで、んピクミンピクミン、いや、ピクミンじゃないですか、はい、ということで私が描いた1000年後の動物園はこちら。じゃじゃーん、いそうじゃない？いるよね。みんなここから好きなもの出して食べたりしてまあこういうのね、まあ、いますけど、はい、彼もだって未来のあれでしょ。だから多分1000年後はこういうのが普通にいるようになる。ピコミンにしか見えない。で動物園にもいるけど、うん、自宅でも多分飼えるようになってる。小動物的な。私が描く1000年後の動物園はこんな感じです。ポイント高めだと思う。ありがとうございました。ポイント高めですね。お、リーちゃんの絵も見たことないですね。レアレア。それではお絵描き、うん、スタート。スタート。急げ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 。サクサクペンが進みますね。あ、こんなつもりで描くことって、あ、こんなつもりじゃなかったんだ。お、ハムちゃん、かわいい。描けました。上手。お、やっぱり翼？ザジーハムスターでーす。ザジー。ザジー。はい、羽をつけまして、せっかく私の絵文字をハムスターにしていただいたので、うん、
ご家庭でしかなかなか見ることのない羽さんを、うん、羽をつけてプリティにしたことで、プリティ動物園にもラインナップが1000年後はきっと、うん、翼生えた動物多いですね。動物園でもハムちゃん、うん、楽しんでもらえてたら嬉しいなという、そのハム側の気持ちに立って、うん、書かせていただきました。いいですね。あの羽はとりあえずつけておこうか、未来感を出すためにつけておこうかなと思いまして、うんうん、ちょっとザジーさんを意識した、じゃあピンクでね、ましたいいですね。深い意味はございませんこういった感じでひまわりの種よりも、うん、アイスが食べたいという、うんうん、私の個人的な意向も反映しまして、いい、こういったイラストにしました。プリチーです。プリチー、リーちゃんで言うプリチー。バイバーイ。かわいいハムちゃん。お、ももちゃん、どんなのが出てくるでしょうか。最後になります。1000年後の動物園、大鳥ももちゃんです。書いていきます。よーい、スタート。いやー、1分ってあんまりないですよね。よいしょ。おお。はい、何、思った以上に気づいたら、かわいい、終わったんですけれど。お、コメント盛り上がってますね。1000年後の動物園はこちらです。ん、説明がいりますかね。お願いします。まずはこれは、はいですね、あ、はい、そもそも1000年後の動物園は、はい、動物たちがこう感情がすごい豊かになったりとか、うんうん、あとはわびさびとか、サービス精神、わびさびですか、というようなものが起き始めるのではないかなと思ったので、まずこの子が、はい、あの動物園に、はい、こう久しぶりにまた何回目か、うん、来てくれたお客さんに対しての再会の涙を流しています、うん、動物泣いちゃう再会ということでこう思いが溢れてしまって、こう、はい、嬉し涙ですかね、はい、感情豊か、本当にっていう子、うん、あとはあの来てくれたお客さんに、うん、もう何かサービスをしてあげたいというサービス精神から、いいです、お茶を、あ、お抹茶を立てて提供してあげる動物も出てくるんじゃないかなということで、わびさび、サービス精神の感情を持った子ですね。そういう動物たちが出てくるのではないでしょうか。ということで、そんな1000年後の動物園を描きました。さすが期待を裏切らないというコメント届いてました。あ、すごい、みんな分が揃うとこんな感じになります。皆さんいかがですか。やっぱりなんか翼を持ったね動物が多いなって思ったんですが、やっぱりまゆちゃんのも、私最初なんかあの某ジブリのアニメに出てくるキャラクターかと思いましたが、とても可愛らしいね。みんな個性が出ていて素敵。あやつさんの動物さんたちもなんか飛んでますね。ペットにできるということなんですけれども、アイリンさんのグッズ、いやすごいな、みんなすごいですね。アイリンさんは一人で3つ描いていて、あやつさんも描いてますけどね、みんなすごいなと思います。色もそれぞれ皆さん分けていただいているので、こだわりね。ももこさん、プレミアつくぞということで、ね、いろんな意味でプレミアになりそうです。キリンリンさん、これがグッズ化するのということで、もう一回ご紹介しますと、今回ね、ご紹介した商品たちを作ってらっしゃるバズユーさんに協力いただいています。私たちのイラスト今見ていただいたんですが、これを見た上でこの世界観となるベースの絵を作っていただきます。そしてその世界の中に先ほどのイラストが配置されていきますので、どんなグッズになるかは10月18日の放送までお楽しみです、ね、どんなグッズにしていただけるのかすごく楽しみです。いいなぁ。あとはね、皆さんに後で X でもアンケート取っていきますので、そちらもご参加いただけたら嬉しいです、ではですね、ここまで見ていきましたが、最後私の絵がまだ描いていないんですよ。ですから私、でもいちごちょっとゆいさんになっちゃったから今必死に考えようと思うんですが、インスピレーション大事にね、この場で描いていきたいと思います。
縦でも横でもいいんですよね。はい、はい、だいたい決まってます。いやちょっといちごが予想外に取られていたのを知らなくて、ではちょっと別なのを。でもこのいちごを超えられる自信もないんですよ。こんな可愛らしいいちごのロバでしたっけ、ね、UFO もあるし、なのでちょっといちごとは違う路線で頑張っていきたいなと思います。でもなんかももちゃんのを見たのでちょっともうなんか自信はないんですけれども、ではですね、時間も決まってるみたいなんです。かける時間1分以内っていうことだったので、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ご準備よろしいですか。わかりました、お願いします。はい、じゃあ行きます。はい、1分間用意スタート。はい、こういう時無言になっちゃうんですよね。どうしようかな。あと何秒ですか。あと30秒。はい。はい、5秒前。はい、3、2、1。はい、はあ難しいですね。ということで、あ、もうコメントでもちょっと来てますね。荒木さん、三浦っちさん、白鳥真珠きたーと届いているんですけれども、ちょっと映ってたかな、見ていきたいと思います。私の書いてあるラストこちらです。はい、こんな感じで、やっぱり1000年後の動物園っていうことだったので、普通の動物じゃやっぱりねダメだと思うんですよ。まずはあの最近ね、ちょっと白鳥真珠という過去の私の歴史が番組で新たになって、結構コメントをいただくこと多いんですが、結構ね白鳥真珠さんの、いや白鳥真珠さん、ちょっと白鳥のグッズができるなんて小学校の私に言ってあげたいですね。製品化なるよって言ってあげたいですが、あのポイントとしてはやっぱり1000年後なので、ちょっと発展していなきゃいけないので、ちょっとシャーリー、ご飯ですね、あのご飯がローラースケートで自分で来てくれます。ご飯こうローラースケート履いていて、あのご飯だよ、食べられに来たよということで、自分でローラースケート滑りながらご飯来てくれるので、こう餌やりをする必要がないというか、ご飯に生命が芽生える時代になるんじゃないかなと思います。はい、ご飯ですよみたいな、こう自分でローラースケートを滑って来てくれる感じで、白鳥も白米食べるんじゃないかな、1000年後には。そうですねロックさん、チャーリーローラースケート履いてるということで、福さん、チャーリーグッズ化しましょうよということで、こちらですね、皆さんの他のキャスターさんのグッズと一緒になりますので、よかったら、抽選で25名の方にプレゼントさせていただきます。ぜひ皆さん応募していただけると嬉しいですし、コシヒカリ源氏ワイラさん、なんかちょっとね光源氏さんみたいな感じなんですが、1000年後にもローラースケートがあるといいなと思っています。はい、ということでこちら食べられ、ちょっとねシャーリーも1000年後まだいてくれるといいなと思っています。はい、ということで私も書いていきました。これで晴れのショッピング出演全11名のウェザーニュースキャスターのイラストが揃ったので、ではですね、私でこれ最後になります。これらのイラストどんなグッズになるのかは皆さんの手にかかっているんです。皆さんが X のアンケートに投票いただくことでどんなグッズになるか決めたいと思います。エコバッグ、マグカップ、T シャツ、パスケース、4択です。皆さん、今どうですか？コメントで教えてください。今のところ何が欲しいですかね？いいですね。皆さん、コメントどんどんいただいていますし。
あ、ナイスワン。このじゃあナイスワン、ね、何になるかぜひ皆さん教えていただきたいですが、今からですね、何のアンケートかというと、今初めてご覧いただいている方もいると思います。今お送りしているのがライブ TV au ペイマーケットさんという番組なんですけれども、その公式の X、 元 Twitter があります。そのアカウントをまずフォローしていただいて、そこで今から私がポチッとアンケートをポストしますので、そちらに参加してください。では私手元からいきたいと思います。エコバッグ、マグカップ、 T シャツ、パスケース、今回紹介した商品を作ってらっしゃるバズユーさんに協力いただきます。今ポストしました。お、パスケース、エコバッグかマグカップかな。腕渡さまれさん、皆さんコメントいただいています。タナシンさん T シャツ、噛んじゃった、タナシンさん、やる気準備中 T シャツさん、やる気指数準備中さん、お水さん T シャツで部屋着かな、ソークさんパスケース、ヌさんパスケース、桃子さんエコバッグ、大高リアさんエコバッグ、節約志向さん T シャツ、勉強のおびさん T シャツかな、しゅうちゃんさん T シャツ、いろいろ皆さんね、人気ですね。ぜひ皆さん、はい、せんちゃんごめんなさい、パスケースってなんだっけ定期とかね、入れるものに、いや何になっても嬉しいですね。ということで、ぜひ皆さん、参加していただけると嬉しいです。以上、ここまでは見ていきました。ではですね、 X の連動企画、早速移っていきたいと思います。皆さんたくさんの方に参加していただいて、番組が始まる前までに投稿していただいたものは全部私目を通してきました。ですので今回ね、紹介できる数は限られてるんですが、全て目を通していますので、ありがとうございます。それでは皆さんに事前にお題を、皆さんに発表していました。ついつい集めちゃうものは何でしょうか。では早速手元から見ていきたいと思いますが、ではいろいろね、今手元にあるので見ていきたいと思います。では見ていきましょう。コムタンサンポーさん、自宅近くにあるドラッグストアの抽選券ですね。おおむね500円のお買い物で、月末まで有効の抽選補助券が1枚もらえて、10枚集めると月末に1回くじを引くことができます。結構いいものが当たるようですが、私はまだ未経験。それでも最低でもポケットティッシュがもらえるので、めげずに頑張っています。なんかこうくじとかガラポンとか、ついつい私もやりたくって抽選券集めちゃいがちだなと思います。皆さんどうですかね、抽選券系というのが届きました。じゃあ続いて見ていきましょう。これね、結構多かったんですけど、ついつい集めちゃうもの、ウェザーニュースライブのグッズです。 YouTube チャンネル登録者数100万人突破記念グッズは全部買ったんですが、ぬいぐるみなどはゲットできず、これからも新しいグッズが出たら絶対ゲットしたいです。全部購入いただいたんですか、すごい。結構アクリルスタンドもいいお値段だったんですけど、全部買っていただいたということで、ありがとうございます。嬉しいですね。ぬいぐるみは確かに私の地元岩手県にも展開がなくって、すごいね、両親も欲しがってたんですけど、難しかったなと思います。ぜひ皆さんね、この後もいろんなグッズが出た時には、ゲットしていただけたら嬉しいです。今回ね、キャスター連動のグッズもありますので、ぜひ皆さんも参加していただけたら嬉しいです。結構キャスターグッズという、ね、方が多くて嬉しいなと思います。皆さんいいですね。結構キャスターグッズ、あ、これかわいいですね。見ていきましょうか。 EV 隊、たくさんの場所に行って集めた、福岡、広島、京都、大阪、東京、千葉ということで、私ブラッキーに乗っていますね。いろいろ、福岡、広島、京都、大阪、東京、千葉、海外からすごいですね。これだけの都市回ったことがあるの。 EV、 私も一つぬいぐるみ持ってるんですけど、すごい可愛いですし、進化系もね、可愛いなと思っています。それでは見ていきましょうか。ついつい集めちゃうもの、小さい立つフィギュアですかね。キャラクターものや動物シリーズ、ミニチュアものや不気味なものまで、いろいろあって面白いです。ハマり出したら抜け出せなくなる沼みたいなものですかね、と届いています。
私も結構こういうの好きでガチャガチャとかねそれこそやるんですけど、最近だと西村雄二さんっていう絶対皆さんで見たことがあるイラストレーターさんがいるんですけど、パンダとかあとカッパとか、一番カッパが好きなんですけど、いろんなラインスタンプとかで有名ですかね、その西村雄二さんのフィギュア集めていますし、あとこの方もねテレビの前にいろいろコレクションしていただいています。たくさん皆さんね投稿していただいていてありがとうございます。全部本当はね紹介したいんですが、あこれあるあるですかね、見ていきましょうか。ラルームさん、カプセルトイですね、ガシャポンっていうのかな、ガシャポン縫い活に使えそうな小物があるとついつい買ってしまいます。あと全然違う系統ですが、スタバの紙袋何枚ありますか、あ貯めてしまいます。紙袋はね私もついついなんか捨てられないんですよね。でも結構皆さん、あ最近いろいろね皆さんやっているっていうコメントもたくさんいただいていますけれども、小物コレクションとかね、紙袋とか、あと結構皆さんいろんなものコレクターされてたんですけど、収納ってどうしてますか。収納のこと考えるとなかなか買えなくって、なんかせっかくなのでじゃあポスト一番下に下がっていきますか。最初に投稿してくださった方は一昨日の14時に、はい、参加していただきました。大和さんありがとうございます。ついつい集めちゃうものは今は控えていますが、野球のグッズ、サングラスを集めちゃいます。ファン球団のユニフォームやタオルはもちろんですが、限定引退グッズなどはつい買ってしまいますね。強い日差しが苦手で観戦用にサングラスを買ったら集めてしまい、約20個持っていますと届きました。ついつい集めちゃうもの、サングラスか。あの結構ね皆さんの全部目を通したんですが、野球のグッズ集めてる方多かったです。皆さんお好きな球団それぞれ、カープさんとかいろいろね、あのいろいろっていうのは私あんまり球団のことが詳しくなくてパッと言えないんですが、あの一昨日の番組で、昨日かな、ハンカチ王子さんのことも知りましたので、ちゃんと私番組でハンカチ王子って言ったのに、なんかハンカチおじさんって聞こえたみたいで、確かに見直したらハンカチおじさんって聞こえたんですけど、ちゃんとハンカチ王子さんって言ったつもりではあります。ハンカチ王子さんもね野球選手だった方ということで、いろいろ皆さんからも勉強させていただいています。これあるあるですかね、見ていきましょう。私が集めてしまうのはぬいぐるみです。お土産さんで見かけるたびに連れて帰っていますと届きました。こちらぬいぐるみ私もついつい買っちゃいますね。お土産屋さんとかで見かけると一目惚れして買っちゃったりして、それこそ収納に困ってるんですけど、なんかこうねお引っ越しする時とかもついつい手放せなくって、なんかね収納どうしようかなと思ってるんですけど、私の友達でこの前も一緒に会った子だとシナモンロールさんが好きで、部屋中全部壁一面シナモンロールのお人形っていう子いるんですけど、なんか地震とか起こるたびに全部シナモンロールが落ちてきていて、それもなんかまたね大変だなと思うんですが、そしてこの方から見ていきましょうか。すごく綺麗で目に入りました。ポポンタさん、収集癖とかあんまりないのですが、海によく行くのでその時についついシーグラスを拾って集めてしまいます。モビールとかも作ったりしていましたということで、とっても綺麗なお写真でパッと目に入ってきました。桜貝も綺麗なので探して集めてしまいますということです。すごく綺麗ですね。海によく行くというのがちょっと羨ましいなと思います。皆さん海とか行きますかね。あこれも素敵ですね。アンフィールドさん、ついつい集めちゃうものはブックカバーです。文庫本のサイズから新書ハードカバーまでいろいろ集めていて、その日の気分や本の内容によって変えたりしています。これオーダーメイドなんですか。デニム生地のハードカバーがお気に入りということで、私も結構本読むのでブックカバー使っていますし、あとなんか高校はね3年間キリスト教だったので聖書を授業で使うんですけど、それ3年間使うものなので汚れるのが嫌で、私も母にねこの手作りで布のブックカバー作ってもらったなっていうのを思い出しました。あなんか鳥獣戯画の模様もあってすごく綺麗なブックカバーですね。
皆さんもあラッキーゴーハッピーさんこれはいい趣味やな、クリキントンさんこれはいい趣味ということでブックカバーすごい好評ですね。じゃあ見ていきましょうか。あこれもある、サウナとサケさん宿泊したホテルや旅館のパンフレット、大きなお風呂やサウナ、綺麗なお部屋など思い出がいっぱい、泊まるためにいただいていました。しかし最近はホームページがありパンフレットを発行していない説もあるのが残念です。あこれ本当にあるあるで、こういうね旅行先の観光地パンフレットとか、あと私結構映画のフライヤーとかもらうの好きなんですけど保管がね難しくて、この方はすごく綺麗に保管大切にされてるんだなっていうのが伝わってきました。へー、おこれ結構なんかリプでも盛り上がってましたね。見ていきましょうか。チョコリエールさん、ここ数年つい集めちゃうものはレトロゲームのカセットです。せんちゃんにはおなじみかな、 FC、SFC、GB、GPA、DS、その他など小中高と熱中したものや当時欲しかったけれど買えなかったものを集めてしちゃいます。あとはガンプラも最近集めちゃっていますということで、わあすごい、いろんなソフトがありますね。私は DS 世代なんですけれども、レトロゲームのカセットを今集めるとまたね風情があってすごい素敵だなと思います。流れ星さんこれは最高とコメントもいただいていますし、腕渡さまれさん、センティ白老のパンフレット持ってるのかしら。あ持ってます、持ってます。行った先のねパンフレットは一応いただくようにはしていて、確かにねチケットの半券とかねとこのイカメシさんから届いていますが、私が集めちゃうものはやっぱり柔軟剤とあとお掃除グッズですね。番組でもその柔軟剤マニアっていうことはお話ししたんですけど、あとお掃除グッズですね。もう引き出し開けるともういろんな洗剤が入ってるんですけど、重曹も入ってますし、でも今日ちょうどやらかしちゃったのが、もともと持ってるスプレー式の有名な洗剤があるんですけど、詰め替え用をネットで買って普通に何も考えずに入れて普通に今日それでお掃除してたんですけど、え、なんかヌメヌメするって思ったら、その洗剤タイプのものを間違ってスプレーに詰め替えちゃったみたいで、そういう失敗もありますけど、お掃除グッズ、柔軟剤、あとやっぱり名前入りグッズですかね。すごい他のキャスターさんより一番名前の入れグッズ、一番私が持ってる感じがしますし、スマートフォンケースに関しては確かゆいさんもすっかり同じ色で、ちょっと名前の入れる位置が違うものを持ってたと思います。やっぱりオリジナルグッズって嬉しいですからね。結構プレゼントでもらうと珍しい名前なのですごい嬉しいなって思いますし、どんまいとかせんちゃん結構やらかすよねといただいていますが、ついつい結構私いろいろね、あじゃあはい、投票結果も見ていきましょうか。なんか最後はちょっと最後いいですか。最後なんか目に入ってきたんですけど、あやつさんが、はい、すごいことになってますね。セミの抜け殻コナン・マクレガーさんということで、あ、私前見たんです、このコナン・マクレガーさんがちょうど番組でリポート紹介されるとあやつさんに湘南マクレガーさんって読まれるっていうのを見たんですけど、あやつさん大仏エアに待ってましたねということで、たくさんポストありがとうございました。皆さんねたくさん投稿いただきましたが、そんな間にですねあっという間に60名以上の方にこの短い時間の中で投票していただきました。今のところです、また締め切り、あもう最後ですか、決まり、あじゃあ何になるか結構僅差でした。皆さんのアンケート結果もう決まったそうです。見ていきましょう、こちらです。さあ 28%、 28%、 30% という結果になりました。わあすごい、もう 2% 差で T シャツ、皆さんそれぞれ欲しいものがねあったみたいですが、ありがとうございます。どうですか皆さん、 T シャツ着てくださいますか。嬉しい、私 T シャツ結構着ますし、番組でね以前、
熱中症対策ウィークっていう期間がありましたけど、その時に番組で着ていた T シャツも未だに愛用しているので、私も T シャツになったら絶対使うなと思います。皆さん出かけてくれますか、この T シャツを着て。出かけてくれたら嬉しいな。逆に会話のね、話の種になるというか、それどこに売ってるんですかっていうことで会話も盛り上がるかもしれない。何しろだって全国で25枚しかない T シャツですからね、プレミアもつくかもしれませんし、ね、どんなデザインになるかはこのあと10月18日の放送で決まるみたいですので、ぜひ皆さんも参加していただけたら嬉しいです。バズユーさんがどんな商品にしてくださるのかすごい楽しみですし、皆さんもぜひね、この後の番組を見てください。スカさん出かけるよとか皆さん外に出られないコメントですが、じゃあ部屋着でぜひ愛用していただけると嬉しいです。はい、ぜひ皆さん応募お願いします。はい、ということでここまでは X 連動企画もしていきました。ではこの後は運動会企画です。続いてのコーナー、今月の晴れのちショッピング、すべての番組で実施してきた番組横断企画も今日で最終回になります。紅白対抗晴れのち運動会です。秋の運動会シーズンに突入ということで、9月に出演するキャスターが赤組と白組に分かれて様々な競技に挑戦します。最終的に多くのポイントを獲得したチームの勝利となるんですが、もう皆さんこれまで番組を追ってきてくださった方はどうなっているのか状況を把握されていると思います。和之助さん、しんちゃん頑張れ、ワッタンさん待ってましたということで、いやもうちょっとね、奇跡を起こそう、ね、だからあの本当にね、いや本当に卓球はできないんですよ。あやつさんの気持ちがよくわかりました。まあ、あの壁をね、壁にかかってるあやつさんのポスト、あやつさんの誕生日の日にご本人からポストされてたんですけど、気持ちがすごいわかりました。壁にすら立てないあやつさん、わかりますよって今なら言えます。はい、ということで大丈夫いける、いやどうなるかね。まずは紅白組に分かれています。こちら見ていってください。赤組、小牧結衣キャスター、魚住真由キャスター、岡本結子梨沙キャスター、そして白組が松雪彩香キャスター、時田瑞希キャスターと私になっています。どうです、赤組がなんかすごい強そうに見えたんですが、でもね、みーちゃんとあやつさんがここまで頑張ってきてくれたので、ネジぶっ飛びさん、せんちゃんに翼をね、ここになんか書いてほしいですよね。たくさん動物翼持ってましたから、せんちゃん昭和生まれだからいけるいける。じんまさんね、いや頑張りたい。では今回が最終回なので得点の整理します。じゃん、こんな結果です。赤からかな、はい、魚住52、50で102、まゆちゃんが102点、ういさんが206点、わすごいそしてゆいこちゃんが182点ということで、すごいですね。これに勝つためには、はい、こんな感じで、あやつさん54点、みーちゃん190点、あと246点というカンペが私の目の前に出ておりまして、私がほぼ満点を出さなければもう無理なんですね。ちょっとね、ね、仕方ないですよね。でもでもなんかね、皆さんと一緒に楽しんでいけたらと思いますし、あやつさん、あやつさん、はい、でもいや分かります、今日はね、皆さんにも絶対参加していただきたい企画がいっぱいあるので、ぜひご参加いただけると私も助かります。では私たちがやっていく競技ご紹介する前に、私白組なので帽子かぶりたいと思います。私の学校は赤、青、黄色、緑、4色ありました。で、足が遅い人が赤組と青組になりがちだったんですけど、私小学校6年間で赤と青にしかなったことがなくて、
黄色と緑の帽子を買うのが夢でした。はい、こんな感じで、じゃあどうですか、似合いますか、なんか曲がってる、こんな感じ、はい、ちょっと曲がってます。最近なんかラッパーキャラが定着してきちゃってるんですけど、番組でなんか毎日活用ありがとうございますってこう無意識に言っちゃった日があってね、ラッパーキャラが定着していますが、なんか浮いてます、大丈夫ですか、こんな感じ、はい、こんな感じで、はい、じゃあ白組で今日頑張っていきたいと思いますということで、見ていきましょうか、私たちがやっていく競技見ていきましょう。似合う、さすがのありがとうございます、それではペイマー借り物競争ということで、こちら本当に皆さんに参加していただかないと私頑張れませんので、ぜひご参加ください。そしてセルフ玉入れ競争、これ私いろんなキャスターさんの前回全部見てきたんですけど、なんか本当に難しそうだなと思って、もう数こなすしかない作戦でいこうと思っています。そして駆け抜けるプリティ竹馬競争、もうこれは期待しないでくださいということで、ここまでは見ていきました。はい、似合ってるよということで、皆さんコメントたくさん来てますね、ありがとうございます。では皆さんと一緒に見ていきましょう。各種目でポイントやタイムで競っていきます。相手チームに負けないいい成績を出せるように頑張りますと書いてるんですが、頑張れる気はしない。それでは第1種目へと参りましょう。第1種目はペイマー借り物短距離走です。はい、それではルールはですね、こちらの短いコースを舞台としてスタートからゴールまでの、かかったタイムを競います。タイムによる得点決まっていますので、ぜひ皆さんチェックしていただけると嬉しいです。100ポイント取ったキャスターさん結構いましたけど、頑張りたいですね。皆さんにもかかっていますので、皆さんから借り物をして頑張ります。では頑張っていきましょう。借り物競争なので2箇所の借り物ポイントがあります。こちらペイマーさんの力を借りて、紙に書かれたものをハッシュタグ晴れのちショッピングをつけて写真を送ってきてください。せっかく送っていただいても、このハッシュタグがないと引っかかりませんので、ぜひハッシュタグ晴れのちショッピングをつけて、私がこう出したものをお願いします。ペイマーさんとの素早い連携が勝敗の鍵となりますので、ご協力をお願いします。ではですね、これで、これで最新の状態に更新して、これで、はい、確認して、はい、あちらの青い線に、はい、めくったらお題が入ってあるので、それを、いやー運動会はね苦手な子でした。足が遅いので運動会はなかなかねすごい嫌な子だったんですけど、では秋の運動会初めてです。私夏の運動会岩手だったので、ではあの頃リベンジできるように頑張っていきたいと思います。じゃあ、はい、準備大丈夫です。じゃあタイム測ります。皆さんお願いしますね。よーい、スタート。はい、メガネ晴れのショッピングハッシュタグつけてお願いします。メガネです。これなら皆さんあるかな、今手元、そしてかけてるって方もいますかね。ぜひメガネハッシュタグ晴れのちショッピングをつけて送ってください。まだ来ていない、まだ来ていないお、来るか来るか、今リアルタイムで私手元から見ています。メガネメガネ、誰か誰か、ハッシュタグ晴れのちショッピング、メガネメガネ、まだ来ないかな。皆さんメガネかけてますか。私はね、あ、来た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 、来ました、来ましたね、はい来ました、はい、ドジユキさんありがとうございます。じゃあ、あ、これ絶対皆さん持ってますよね、傘傘傘、あ、しかもたくさん今メガネ送ってきてくださってありがとうございます。ラーショーさん、ミューラッチさん、カメリアさん、見た目と違ってネジぶっ飛びさん、次傘お願いします。ドギールさん、パーティクルさん、メガネありがとうございます。ドクター D さん、メガネありがとうございます。はい、傘傘傘お願いします傘傘、
皆さん結構メガネかけてる方多いんですね。コモンリードさん、吉田健二さん、庄司さん、カサカサカサ今皆さんきっと玄関とかまで戻ってきてくださってます。カサカサ、あ、リロードしすぎてポスト読み込めなくなりました。まだ来てない、まだ来てないですか。あ、来ました、あ、来ました、やったー、皆さんありがとうございました。じゃあ、まあ、何秒です？1分52秒、皆さんのおかげです、ありがとうございます。はい、じゃあ一旦座席に戻りましょう。いや、助かりました、皆さんね、ありがとうございます。メガネ外したら見えなくなった、すいません皆さんね、身を張っていただいてありがとうございます。ということで、皆さんのおかげでできました。そして続いての、競技ですね、はい、はい、手元に、これ本当に難しそうでしたよねっていうのも分かります。今かぶった瞬間かなり高さがあるんですよね。いやー、これがセルフ玉入れ競争になります。制限時間1分間で、私の頭に玉入れのカゴありますので、ここにね、自分で玉を入れてどれだけ入れていけるか、なんかいいですねVS 嵐を思い出します、昔見ていた。いやー、こういうのやりたかったんですよ、ね、トライブさん20個入れようということで、これ1個入れると2ポイント入る、はい、あ、1個入れると2ポイントですので、なんとか、ね、頑張りたいです。破壊だけは気をつけて、高さが、ね、結構あるので、はい、気をつけて頑張っていきたいと思います。そう、あ、まとめて投げた方が入るよ。もう今日はね、あのパンツスタイルなので、もう堂々とやっていきたいと思いますが、じゃあこれ1分間、はい、1分間で、はい、はい、じゃあご準備よろしい、はい、じゃあいきます、はい、よーい、スタート。あっ答えですね、あ、はい今ゼロです。ゼロですか？おー、あー、大変。あえ、何個入りましたか？帽子ごと取れちゃった。ゼロですか？難しい、これ番組でもやりたいです。ちょっとあやちさんに負けちゃった。あやちさんごめんなさい。これ入んないですね。今ならできる。できない。致命的ですね。いやー、難しい。ということで0点でした。はい、点数が、はい、100あやつさんごめんなさい。いや、なんか私ね、あの本当にアメトークの運動神経悪い芸人が好きで、あそこに入れるんじゃないかっていつも思ってるんですけど、本当にね、あのアメトークの踊りたくない芸人と運動神経悪い芸人に入りたいです残念。ということで、1個ぐらい入ると思ったんですけどね、なんか今でもカゴが頭に乗ってるんじゃないかと錯覚してしまいます。はい
ということでね、ちょっと運動苦手というのが分かったかと思うんですけれども、なんか実際にあの小学校の時の玉入れも苦手だったなと思います。なんか人が投げたのが顔に当たったりしてすごい苦手だったなって思うんですけど、はい、ということで、じゃああと147点取ったら、あと147点、もう無理ですね。あやつさんごめんなさい、てかみんちゃんにねごめんなさいですよね。ということでいいんです、楽しいからいいんです。運動会は足が遅い私のような子も楽しむイベントですから。では続いていよいよ皆さんも、はい、期待されている竹馬駆け抜けろプリティ竹馬競争です。ルールは至ってシンプル、約10メートルの直線を竹馬を使って走り、ゴールまでのタイムを競います。タイムによってポイント違います。0秒から30秒だと100ポイントになります。ちなみに、ね、2メートルに変わりました。え、2メートルに変わった、あ、2メートルに変わった、そうですよね。なんとですね、ゆいこちゃんと、はい、ゆいさんが、ゆいゆいコンビが満点出してるんですよね。いやすごい、すごいですね。ちょっと、ちなみにあと147点取らないと負けじゃないですか。はい、これってまあ満点が100点なんですけど、もう出ないんですけど、うんうん、ちょっと赤組代表の方からちょっと VTR 届いて、え、何ですか、それ見ましょうか。はい、赤組代表の方、晴れのちショッピングをご覧の皆さん、そしてせんちゃん、こんばんは。こんばんは、ゆいです。さてさて、白組はですね、ピンチということで、はい、ここからは私から救済措置をあげたいと思います。ありがとうございます。次の競技でもしうまくいったら、うん、ポイントを倍にどうぞ。優しいということでした。赤組頑張ってね、負けないよ、頑張ってね。ありがとうございます。ということで、ゆいさん優しいね、赤組の大将からの救済処置がありました。ここからはそのね2倍になるということで、ちょっとお情けありますので、ではちょっと移動したいと思います。勝てます、ちょっとじゃあ行きましょうか。ここに竹馬があるんです。2メートルの距離、それほど歩けばすぐなんですけど、へー、なんかマイケル・ジャクソンさんみたいになっちゃう。いけそうになったら教えてください。いけそうになったら教えてください。優しい。あやつさんの気持ちがよくわかりますね。なんか1、2はいけるんですけど、皆さんの中にはきっとね竹馬が得意で、なんか歯がゆい思いされている方いるんじゃないでしょうか。僕だったらできるよ、私だったらできるよっていう方ね。私初めて乗ってるんですけど、これ難しい。なんで小学校の時なかったんですかね。しかもこれスタッフさんにできますかって今日やっていただいたらできるんですよね。この前のめりの姿勢が大切って言われたので、なんかもう恐怖心はないので前のめりでやってるんですけど。これ地上に足ついてもいいんですか。あ、なるほど。じゃ、いかに一歩を大きく出すか作戦で、これ歩いちゃえばね、もう2秒ぐらいで 1、2で大股で行けちゃう距離なんですけど、1分以内にゴールできれば勝ちですか。はい、一歩ずつ作戦で行きたいですね。危険はしたくないけど、1、2ならなんとかいけそうですね。ゆいこちゃんすごいですね。いや、ゆいゆいコンビが、ゆいさんはなんか学校にあったってスタッフさんに聞いたんですけど、これ
やってみるしかないですね。もうやってみます。じゃあ持ったら測り始めます。はい、ありがとうございます。息切れしますね、やっぱり。ということで、ありがとうございます。はい。あ、じゃあかけときますね。楽しかった。息切れしますけど、はい、皆さんのコメントもね、盛り上げていただいてありがとうございました。感動して泣いた。どうでしたか、何秒ですか。私のね、この性格上ちょっとなんかプライベートでも買って特訓して仕込みたいぐらいなんですけど、これだってスタジオにあったら私空き時間とかずっとやってると思います。ということで、はい、ありがとうございます。皆さん、きっかけになると思います。私も何秒だったのかな、結構、はい、測り始めてからは、あ、すぐでした。マサさん、涙ちょちょぎれた。キラキラさん、生まれたての馬みたいだった。確かに。はい、ということで、マドさん、感動してくしゃみ出た。あ、大丈夫ですか。ということで、結果発表を見ていきたいと思います。じゃん、え最後、ちょうど300点になりました。もうゆいさんのおかげです。ありがとうございます。どうですか、勝利ですか。ちょっと、あ、赤組の大将が優しすぎませんか。ちょっとゆいさんのおかげでちょっとね、一応白組が勝ちということになりましたが、互いに健闘を称え合いたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで、あとね、なんか最初にやったっていうことも皆さんあると思いますし、それを見てね、私たちの後のキャスターは学ぶこともできたので、もう白組さんにも赤組さんにも拍手を送っていただけたらいいなと思います。なんかすごいバラバラって届いてますけど、ゆいさんのおかげですね。ありがとうございます。さあ、皆さんもコメントで盛り上がっていただいてありがとうございました。すごいね、私波乱万丈に入れたので、私の足元にも今ピンポン玉があるんですけれども、そういったことをしているうちに、まもなく配信終了の時間になってきました。ここでもう一度番組冒頭に紹介した、右下のカートの商品たちをおさらいしていきたいと思います。さあ、皆さんも見ていただいていると思いますが、一つ目の商品はザラッとラウンド缶クーラーです。私の手元にもありますが、このね、マットな素材がすごく愛着の湧く可愛らしい、はい、このクーラーでした。クーポンで最大700円引きになります。そしてですね、2つ目が名前とワンちゃん、猫ちゃんの種類が選べるバッグ、 S サイズと M サイズがそれぞれあります。これが S サイズ2400円でいろんな犬種、そしてフォント、カラーが選べます。ページを変えていただくと猫ちゃんもありまして、あとは M サイズっていうのもあります。3000円で、今なら700円オフで最大購入できます。カラーがいろいろありますので、自分のお気に入りの色が始まる あるはずです。はい、そしてあとは、その他ね、マグカップとかビアグラスもありました。すごく可愛い商品がいっぱいありましたので、この麦ちゃんもね、大好評でしたが、いろんな商品チェックしていただけると嬉しいです。それでは最後に、これらね、チェックしていただくとオリジナルグッズを応募できるんですが、応募方法をおさらいしていきたいと思います。こちらご覧ください。
カートから本日ご紹介の商品購入に進んでいただいて、その際購入内容の確認変更のその他要望を開いてください。そこにキーワード晴れのちショッピングと入れていただきたいと思います。購入を決定で応募完了となり、応募期間10月31日までとなります。商品の発送はこれ以降となりますので、ぜひそれまで番組も、はい、確認していただけると嬉しいです。注意事項今回あります。商品今まではいくつかカートを分けていただくっていう番組ももちろんあったんですが、今回は一つのカートでも購入していただいた個数が一口になっていきますので、一つ購入いただくと一口、そしてカート3つ商品入っていると応募は3口となります。ぜひ皆さんもよろしくお願いします。盛りだくさんでお届けした晴れのちショッピングでしたが、あっという間に終了のお時間になりました。ありがとうございます。引き続きハッシュタグ晴れのちショッピングをつけて切り抜きや拡散の方もよろしくお願いします。皆さんもたくさんね、麦かわいいな、麦ちゃんと、麦ちゃんに関するコメントたくさん届いていますね。ありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございました。そしてですね、引き続き拡散切り抜きもお願いします。10月も引き続きこのね、はい、10月18日にこのグッズの詳細公開されるということなんですが、まずはあさってアイリンさんが晴れ時々ワンニャンという番組にあって出演します。あさってのこのね、晴れのちショッピングはちょっと晴れ時々ワンバンというワンニャンということで特別会になります。ゲストの方も出演されるということなので、あさっての19時からご確認ください。あとは10月8日19時からはゆいこちゃん、11日金曜日はゆいさん、そしてさらに続きます。10月18日これがグッズがお披露目される特別会になります。そして初出演の江川さやねキャスターさやねさんです。24日19時からはりーちゃん、そして30日19時からはももちゃんが担当しますので、キドリンさん、せんちゃん息切れしてるな、よくわかりましたね。はい、ちょっとハーハーしながらお伝えしているんですけれども、10月も引き続きたくさんご覧いただけると嬉しいです。そしてこの後ですね、 YouTube の方に場所を移動して YouTube の au ペイマーケットさんのアカウントからライブ配信を行います。引き続き振り返り配信もコメントください。ではまた次回お会いしましょう。麦ちゃんとじゃあお別れしますか。皆さんありがとうございました。さようなら。